皆さんこんにちは。女性の多くは好きな人とそうでない人の前で態度を変えると言います。正確に言うと、変えようと思ってあえて変えている人もいれば、変えたくないのに変わっちゃうという人もいるんですよね。いずれにしても、こういう変化を通して周りで見ている同じ女性は、あの子明らかに彼のこと好きなんだねって気づくことが多いんですけど、男性にはこれがなかなかわからないんですよね。今日は女性が好きな男性の前だけで起こす行動や変化について解説していきます。ほとんどの男性はこの変化に気づけませんが、あなたがそれを把握できるようになれば、完全に周りと差をつけることができるのです。客観的に女性の気持ちを見極められるようになるし、気になるあの子が自分のことをどう思っているのかを判断しやすくもなります。皆さん、女心を理解している男性はモテるんです。ぜひ今日も私と一緒に勉強していきましょう。1、無駄にスマホを触らない。女性は大事な人を目の前にしていると、スマホを触る時間が少なくなります。これって相手が好きな異性である場合に限った話ではなく、親友とか子供でも同じなんですよ。目の前の相手を大事に思っていればいるほど、相手に集中するようになりますから、スマホを触る暇がなくなるというわけです。そして一緒にいる時にスマホを触らない分、離れている時間には一生懸命スマホを触り出します。なぜなら今その大事な人がここにいないから、その人がどこで何をしているのかとか、 SNS を更新しているかなんてことが気になってしまうからなんですよね。好きな人の写真をずっと見ていたり、好きな人との LINE を見返したりする時間も増えるので、好きな人といる時にはスマホを全然触らないのに、いないとすごく触るという変化が現れます。 2. 好きな部分を凝視しちゃう。目の前に好きな人が座ったら必ず見ちゃうという女性は多いです。私自身も好きな人の好きなパーツはまじまじと見てしまいます。ただどこを見るかというのは人それぞれ違うんですよね。例えば横顔が好きだという女性もいれば、目が好き、鼻が好き、肩幅が好き、浮き出た血管が好きなどいろいろありますが、その好きなパーツをジロジロと見ちゃうのが好きな証拠なんですよ。一般的に好きだからこそ目があったら緊張してそらしちゃうという女性もいますし、あえて目を合わせようとじっと見るという女性もいますよね。このように視線に関しては性格によって大きく変わるのですが、自分好みのパーツを凝視しちゃうという点は確実にみんな共通です。 3. 話し方が変わる。好きな人を相手にすると、女性って声質が変わります。声が高くなるっていう人も多いんですけど、ちょっと喋り方が甘くなるっていう人もいるんですよね。また緊張して声が小さくなるとか、早口になるとか、口数が少なくなるとか、いろいろあります。変わり方は人それぞれですけど、女友達と話している時とは絶対に違うし、男友達といる時ともちょっと違う、親と話している時とも全然違うから、明らかに好きな人との話し方だねってわかるんです。みんなに共通していることといえば、乱暴な言葉や下ネタを言わなくなるという点でしょう。そして笑い方も少し上品になります。やっぱり好きな人には可愛いとか素敵だって思われたいから、それが話し方や言葉選びの面に現れるんですね。 4. 細かいことを教えてくれる。あなたが何かを質問した時に細かく教えてくれたり、話の流れでどんどんトークテーマを広げてくれるような女性がいるなら、その人はあなたのことをとても好きなんですね。例えば住所や家族構成なんて本当に好きな人だったり、信頼している人以外にはなかなか話しません。かなりプライベートなことですからね。またいつもどこで買い物をしているとか、休みの日は何をしているとかっていう話題だって細かく教えてくれるのは、知られても大丈夫だと思っているってことですよ。これは相手のことが嫌いだったり、不快に思っていたり、不審に思っていたら絶対に話しません。まだ心を開いていない相手にはなんとなく曖昧に、特に決まってないんですよねとか、その時によって違いますよなんて言いながら、ありきたりな答えをくれるんです。こういうのはただの社交辞令で、話題を広げるつもりがないってわかりますよね。つまり強い好意はないんですよ。 5. あなたが話したことを覚えている。あなたが随分前に話したことも覚えてくれている女性は、間違いなくあなたを大事に思っています。
人って本当に集中していないと話を自然と聞き流してしまうんですよ。そしてそれだと当然内容を覚えていないんです。また聞いているふりをしていたとしても興味がないことだとこれまたすぐに忘れます。覚えていることって本当に興味があることとか本当に大事だと思っていることに限られるんですよね。つまりあなたの話を一生懸命に聞いてくれて覚えていてくれている女性はあなたのことが大好きだし、あなたの話を本当に面白いと思って聞いてくれている人なんですよ。6、食欲がなくなる。好きな人を目の前にすると食欲がなくなってしまう女性も時々いるんです。緊張すると交感神経が優位になりリラックス状態が途切れて消化活動も抑えられてしまって食欲がなくなるんですよね。だからせっかく好きな人とデートに行っているのにあまり食べられないという人も結構いるんですよ。そういう様子を見ると男性は楽しんでくれていないのかななんて感じるかもしれないけど違うんです。むしろどうでもいい人とのデートなら食べるだけ食べてさっさと帰ろくらいにすっきりしていますから、見た目とは本当に違うんですよね。もちろん全員が必ず食欲がなくなるかというとそうでもないので、一つのパターンとして覚えておきましょう。7、喜怒哀楽が激しくなる。好きな人を目の前にすると自分自身をコントロールできなくなる女性は多いです。例えば異常なくらいテンションが高くなったり、反対に機嫌が悪くなりそうなのを抑えられなかったり、あとは無意識に顔が赤くなったり手汗がひどくなったりという生理現象はただでさえコントロールできませんから、やはり分かりやすく現れますね。嫉妬してしまって機嫌が悪くなったり、欲求が満たされなくて悲しくなったり、好きすぎて興奮したりと人によって様々です。とにかく好きな気持ちが暴走してしまって冷静さをキープできないんですよね。8、何事にも全力。みんな好きな人のことになると必死になるんです。だからこそ先ほどお話ししたように喜怒哀楽も激しくなるんですけど、そうやって態度をコロコロ変えながらもずっと好きな人のために行動するという姿勢が変わらないなら、それは好きな気持ちが大きいってことを表してるんですね。女性は好きな人のためなら自分のことを後回しにしちゃいます。だから何でもイエスで答えてしまったりもするんです。また好きな人が悲しんでいるような状況が辛いから全力で支えようとするし、相談にも乗ろうとします。夜遅くても朝早くても対応する努力をするし、それが苦にならないんです。こうやって必死に働いている様子が周りからすると自分を犠牲にしていると思われがちなのですが、本人は至って幸せなんですよね。だって好きな人のために頑張れるんですから。9、笑顔があふれる。好きな人と一緒にいると自然と笑顔が増えます。苦手な人と一緒にいるときや嫌な集まりに参加しているときって誰だってあまりうまく笑えないし反応が薄くなりますよね。表情筋っていうのは感情によっても操作されるので自分自身で制御しきれないものなんです。だから本当は嫌だとか離れたいとか一人になりたいなんて思っている人って一瞬でもそれが表情に出るんですよ。逆に好きな人と一緒にいて幸せを感じているのなら、やはりそれも表情に現れるってことですね。笑顔が溢れてニヤニヤしたりしちゃうのはまさしく好きだからなんですよ。10、よく褒める。あなたのことをよく褒めてくれる女性はあなたが好きなんです。女性って好きな人ができるとその人のいいところばかりを見るようになります。これは前向きな言い方をすればあらゆる部分をポジティブに捉えられて素敵とも言えますが、ちょっと見方を変えると何でもポジティブに捉えすぎと言える部分なんですよね。とにかく自分が好きになった人は絶対にいい男だと確信を持ちたい気持ちが強いから、相手のことをよくチェックするようになり、その中でいい部分をたくさん見つけ出そうとするんです。その結果女性はあなたのことをよく褒めるようにもなります。好きだから言わないでいられないっていうのもあるんですよね。褒められて恥ずかしがっている男性の顔が好きっていう女性も多いですよ。以上、好きな男性の前での女性の態度についてご紹介しました。10個解説してきましたがいかがでしたか？あなたの周りにこれらが当てはまるような女性はいるでしょうか？あなたも好きな女性の前では態度が変わっちゃうってことありませんか？
ぜひコメント欄であなたの好きな人と接するときに意識しちゃうことを教えてもらえると嬉しいです。たくさん思いつく人はたくさん教えてください。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。